ル韓国人ホステスの祝福館。日本の新興宗教では信者が集会などでこんな奇跡をいただいたと報告すると聞いたが、多くの韓国のキリスト教会でも同じことをやっている。教会で行う信徒の交わりの集いで牧師が祝福を受けたことを話しなさい、奇跡の証をしなさいと言い、信徒たち一人一人が報告をするのだ。会社の経営状態が良くなったとか、病気が治ったとか、結婚相手が見つかったとかいう信徒たちの報告に熱心に耳が傾けられる。奇跡があるということは、それだけ神の祝福を受けた人、神により近い人だとみなされる。そこで信徒の集いは、自分はこんな奇跡を受けたという報告競争ともなるのである。ここで私と同じ教会に通う一人の韓国人ホステスが語ってくれた奇跡話とその祝福感についてお話をしてみたい。彼女は日本でのホステス生活に疲れ果てていた。韓国クラブが乱立して過当競争となり、上得意のお客さんを確保することが難しい時代に入ったのだ。そのため複数のお客さんを相手に目まぐるしく立ち働くなくてはならなくなっていったのである。彼女は常に早く良いパトロンが現れて早くホステスを辞められますようにと祈っていた。もちろん文字通りそういう口に出して祈るのだ。韓国ではホステスは良くない仕事であり、複数の男性と接することが大きな悪である。だから彼女たちは常に自分は神様に対して罪を犯していると感じている。パトロンの出現は豊かな生活の獲得、人生の成功であると同時に罪人である自分からの脱出なのである。彼女は毎日熱心に神様に祈ったのだが、パトロンとなってくれる男がなかなか現れない。そこで彼女は次のように神様に誓いを立てて断食祈祷に入っていった。願いを叶えてくだされば、私は神様のために一生懸命に教会の仕事に精を出します。断食祈祷が終わって間もなく、彼女は奇跡よ、祝福よと大声を上げながら語学教室を兼ねている私の事務所へやってきた。その満面に笑みをたたえてはしゃぐ彼女に、私がどんな祝福なのと聞くと、彼女は得意そうに話し始めた。1年前に私のことを好きだと言ってくれていた人がいたんです。でもずっと連絡はなくて、すっかり諦めていました。ところが断食祈祷が終わるとね、すぐその連絡のなかった彼が私のお店に現れたんです。これはまさしく奇跡だわ。私は祝福をいただいたのよ。そう、お祈りの効果がすぐに出たということは、普通の人より神に愛でられている証拠だとは、しばしば牧師の言うことである。男はすぐに彼女に店を辞めるように言い、彼女が店からしていた借金、取り損ねたお客のツケを全て返してやった。不動産会社を経営しているその男は、最近仕事がうまくいくようになったので再び彼女の前に現れたのだった。彼女は早速神様に感謝の祈りを捧げ、すぐに店を辞めた。そして教会へはかなり高額の献金を行った。もちろん奇跡のお礼である。彼女は神様に立てた誓いの通り、毎日毎日教会の仕事に勤しんだ。
日曜学校の先生をしたり、聖歌隊の仕事をしたり、いろいろな行事の運営の仕事をしたりで、教会へ出ない日が一日もないような生活が始まった。彼女はそれまでは私の語学教室に熱心に通ってきていたのだが、まるで顔を出さないようになり、教会以外の人間関係もなくなってしまっていた。もっとみんなと付き合ったらという私に、彼女はこの生活の中で自分は大きな喜びを感じるというのだった。そして2ヶ月ほど経って、その男が再び行方不明になってしまった。彼女は傷ついたが仕方なくホステス生活へ戻っていった。ある日、教会で寂しそうな顔をしてお祈りをする彼女を見つけ、私はどうしたのと声をかけた。彼女は男が去っていってしまったことを話しながら、その原因は自分の歪みにあったのだという。道でばったり前の店のお客さんと出会って食事を誘われたの。彼がいるから断ろうと思ったんですけど、断りきれなくて、他の男と付き合ってしまうなんてうっかりしてたんだわ。私が罪を犯したから神様が怒って彼を去らせたのね。彼女にとってはかつての客との食事が浮気と同等の意味を持っていて、それを神様に対する罪と考えるのである。実際にはその男の会社が再び傾き、大きな借金を抱えてしまい、夜逃げを決め込んだのだったが、彼女は自分の信仰が足りなかったと神様に詫び、またまた良いパトロンをとお祈りするようになり、再び断食祈祷へ入っていった。まるで神がかったムーダン、韓国の婦女にも似た彼女の面持ちが哀れで、私はつい聞くまでもないことを彼女に聞いていた。どうしてそんなにパトロンを願うの？お店で働くだけでも十分やっていけるんだからいいじゃない。だってお店にいればどうしてもたくさんの男の人と付き合わなくてはならないでしょう。それは重い罪だもの。何言ってんの？パトロンには奥さんがいるんだから、その方が余計罪じゃない？そう言おうとしたのだが、これも言うまでもないことと